ホットチョコレート、ホットチョコレートはミルク、チョコレート及びココアパウダー、砂糖などで主に作られる飲み物で通常温めて出される。ホットココア、チョコレートドリンクとも16世紀にアメリカ大陸からヨーロッパへ持ち込まれ人気を博した。なお通常のチョコレートの代わりにホワイトチョコレートを使用するものはホワイトホットチョコレートと呼ばれる。日本においては ココアというと、ココアパウダーを使ったホットチョコレートのことを指すことが多い。カカオの実を歴史上最初に使用していたのは、紀元前1500年から400年にかけ、アメリカ大陸最古の文明でありメソアメリカの先住民であるオルメカの人々の可能性が高い。後にマヤ文明の人々が現在のメキシコタバスコ州に位置するチョンタルパ地域に広がっていた。 大農場より収穫されたカカオの実をもとにした飲み物を飲んでいた。この時代、カカオの実は通貨としても使用されている。ヨーロッパ人によるアメリカ大陸の発見の後、クリストファー・コロンブスは新世界からカカオの実を持って帰還した。しかし当時のヨーロッパの人々は貿易の道具としてもっと役に立つものにしか興味を示さなかった。ところが、その後、 1517年にエルナン・コルテスがベラクルス近隣のメキシコの海岸へと降り立つ。彼はアステカ王国と国王モクテスマ2世のその名高い富を一目見ようと当時のアステの首都テノチキトランに向かった。モクテスマ2世はコルテスへ自身の好物であるショコラトルを金のゴブレットに入れて差し出した。そのショコラトルはバニラと香辛料の風味があり。 粘りつく蜂蜜の泡もきちんと少なくして作られており、それが口の中でだんだんと溶け冷たさを取り去ったという。モクテスマ二世はゴブレットに注がれていた自分のチョコラトルをハレムに入る前に飲み干したことから一種の美薬であったのではという考えもある。それからコルテスは1528年に大量のカカオの実とチョコレート飲料を作る機器をガレオンに積み上げてスペインへと戻った。 皇帝カール5世がすぐにこの飲料を採用すると、チョコレートは、スペインの上流階級の間で、流行の飲み物となった。加えて、スペイン王家の人間が、他のヨーロッパ人の貴族と結婚す、際、カカオは持参金として与えられていた。スペイン人が、この美味な飲料を秘密にしていたため、チョコレート飲料がヨーロッパ中で人気を得るようになるのにはほぼ一世紀を費やした。 飲料用のチョコレートは、元来、ひいて、粉にしたカカオの実と水、そして、海塩ペッパー、バニラ、ピメントのような香辛料を加えて混ぜた、冷たい飲み物だった。後になって、クローブやシナモンといった薬味も用いられるようになった。この冷たいチョコレートを、人々は大きな容器で飲んでいたため、その方向を味わうことができた。チョコレートがヨーロッパへ持ち出されるようになる頃にはすでに、 刺激の強い薬味が感謝糖にとって変わっており、温かくして出されるようになっていた。すりつぶしたカカオの実には油分が多く含まれており、そのままではお湯に溶けにくいものだった。1828年にカカオの実からその油分であるココアバターを分離してココアパウダーを産する最初の機械がオランダで万放転車の創業者により開発された。 さらに万方電車の二代目の経営者がアルカリを加えることで今日ではダッチプロセスココアとして知られている酸味が少なく飲みやすく加工されたココアを生成することに成功したその新しい形状のココアは温かいミルクやお湯と溶け合わせるのが簡単だったホットチョコレートがイギリスへ紹介された後夕食後の楽しみとして牛乳が加えられるようになった最初の チョコレートハウスは1657年にロンドンでオープンした。ホットチョコレートは高価だったためにエリート層に向けた飲料だったと考えられている。18世紀までにはチョコレートハウスという店が喫茶店と同様に大衆的になった。19世紀半ばの1847年、イギリスのフライ社がココアパウダーとココアパウダーを生産するときに生じる副産物である。 ココアバターを利用して初めて食べるチョコレートを考案した。このようにホットチョコレートはレトロニム後から付けられた名称の一つであり、もともとはチョコレートといえば飲み物を指した。後にイギリス人によって固形の食べるチョコレートが発明されて人気となったので飲み物のチョコレートと食べるチョコレートとを区別するためにホットチョコレートという言葉が作り出された。 アメリカ人はよくホットチョコレートとホットココアという二つの言葉を同じ意味で使用する。しかし他の国ではホットココアとホットチョコレートの間で味合いに違いが生じる。ホットココアはココアパウダー、砂糖、濃縮剤から作られる。一方、ホットチョコレートはすでにココアやココアバターと砂糖が混入されている板チョコレートへ。 直接お湯や温かいミルク等を注いで作るか、あるいはダーク、セミスイート、またはビタースイートのチョコレートを小さく刻んで、砂糖を加えたミルクへ入れかき混ぜて作る。アメリカのホットココアパウダーはしばしば、ミルクを使用しなくてもいいように粉末乳などの乳製品が含まれていることがある。近代アメリカでの発想として、マシュマロを加えて飲むというものがあり、一部のホットココア食品には、 小さなマシュマロがついてくることもある。イギリスでは、ホットチョコレートは、温かいミルクと、チョコレート、砂糖、粉末牛が入っているパウダーを混ぜて作る。一方で、ココアは、通常温かいミルクとココアパウダーだけで作り、その後に砂糖で甘くする飲料を指す。イタリアでは、チョッコラートが、固形のチョコレートを指し、チョッコラータが、ココア、パウダーから作る飲み物を指す。 ベルギーにあるいくつかのカフェでは、ベルマチャークレイド、ワルムショコラーか、ショコラショウ、ショコラショウを注文すると、湧き立った一杯のミルクとそれに入れて溶かすためのビタースウィートチョコレートのチップが小さな容器に入って出される。この飲み物は通常、イエローケーキやスペキュラス、もしくはベルギーチョコレートと一緒に出される。ポーランドでは、ホットチョコレート、 ゴロンサ・チェコラーだといえば19世紀半ばに創業したワルシャワのベーデル社のカフェで供されるものがワルシャワの味の一つと指摘していたが第二次世界大戦でのドイツ人によるワルシャワ大破壊と共産主義化に伴うベーデル社の国有化で一時はこの伝統が途絶えた戦後は国営だったベーデル社が1989年のポーランドの民主化によって民営化された後本店である ベーデルカフェが営業を再開、その後は戦前のワルシャーの優雅な伝統を取りそうとするかのように市内及び国内で急速な店舗展開を進めている。ベーデルのホットチョコレートは非常に濃厚で粘度が高く濃いココアのようなものもあれば、ほとんどチョコレートペーストと呼んでも良いほどのものもある。校舎は背の高いグラスに入れて供されるが、 粘度が高くそのまま飲むことが難しいためスプーンで、作って、食べるほど。しかし思ったほど甘くはなく、むしろ優しい甘さである。リンゴやイチゴなど果物のグラッセ状のものが入って、アクセントとなったり、スパイスやハーブで香りをつけているものもある。フランスのシャルルド、ゴール大統領が好物で、わざわざ飛行機で、ワルシャワからパリまで取り寄せていたほどだったカフェブリクレの、ポンチキ。 パクスキー、ポーランド式ドーナツと並んで、ワルシャワの名物として人気がある。今日において、ホットチョコレートは世界中で飲まれており、ヨーロッパでは特に人気である。ヨーロッパのものは、かなり濃厚で、固形のチョコレートから直接作られる。イタリアのチョコラータ伝差のようなチョコレートは、同国内のバーやレストランでは、至るところにあるほどである。 レストランのパティシエやショコラティエの影響により、このヨーロッパのスタイルは伝統的に冬の飲み物とされ、吹雪やそり滑りのような民族的イメージと結びつけられてきたアメカの文化にも徐々に浸透してきている。普通はそのほとんどがココアパウダー、砂糖、乾燥ミルクを含むパウダー1袋とお湯または温かいミルクを注いで手早く作り、 まだ甘みが薄いのでマシュマロをトッピングする。しかし、ホットチョコレートは、コーヒーや紅茶など他の温かい飲み物とは異なり、通常は年中飲まれていない。スペインでは、ホットチョコレートとチロスは、伝統的な朝食である。このスペイン流のホットチョコレートはドロッとしており、温かく柔らかいチョコレートの塊が入っている。今日マドリードのような都市において、スペイン人は、 濃いホットチョコレートにチロスを浸して食べることがある。以下は翻訳元のからの参考文献である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。